突如現れた未知の敵性存在ピラー。あらゆる兵器の通用しない強敵との戦いに人類は絶望の淵に立たされていた。唯一の希望は狼オーディンの加護を受けた戦乙女たち。ご命令とあらば瞳を何時に。あ、すまない、名乗り遅れた。クラウディア・ブラフォードだ。私ミヤコ、ウグルマミヤコね。真っ赤な44のパイロット。うちは駒込アズズ、見ての通りただの天才。基地の案内お疲れ様。挨拶が遅れてごめんなさい。渡来園香です。私たちはラグナロクを一緒に乗り切る仲間。赴任先の後方基地で待っていたのは開放的な気候に穏やかな人々、そして風変わりなマルキューレたちだった。私はマルキューレ、シュベルトライテ。この翼についてこい。了解。戦翼のシグルドリーバー、2020年10月放送開始。